前回ね、ツッシーに買ってあげたフレデリック・コンスタント・レトログラード、そう重いので革ベルトに交換するんですが、いろいろとやはりね、特殊なこの形状なもので、特殊形状がゆえに起こる不具合っていうのが、ね、あります。まあ見ていこう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。そう、まず普通のフラットのベルトを買って、これを加工しなきゃダメなんだよ。まずは両方外してしまいましょう。よし、ベルトはまず外しましたと。で、購入したものはピンですね。このピン、どこから取るんでしょうかと。ここですか。そう、まあベルトが特殊なんですよね。かなり特殊な形状をしているもので、これに合わせて革ベルトを作りたい。そう、それぞこの専用の革ベルトというものが売ってません。このレトログラードの革ベルトが売ってないもので、ほら見てください。いつも通りの革ベルトであればね、バネ棒を刺してラグにピンと止めれば止まるんですが、そのラグがない、止めれない。どうする。さあどうしましょう。やっていきましょう。早速もうカットから入ってます。そう、この形状に合わせてアーチ型になっていたりで、まあ脇で留めるような感じっていうのかな。まずはカットからですね。ピンは買いました。ピンは1ミリですね。直径1ミリのピンで持って留めようと思ったので、でまあその時計のその何ていうのかな、入るピンの穴がちょうど1ミリぐらい、ちょうど1ミリないぐらいなんですよ。なのでこれがスッと入るぐらいですね。これがだから時計の中心を通ります。で、まあ、今カット面見た通り、そうかなりねガパラッと開いてしまったんですよね。なのでエポキシで持ってまた接着し直してます。でさらに金属チューブですね、脇、両脇ですね、そこに金属チューブ2ミリですね、2ミリ、いや 1.2 ミリですね、1.2 ミリ、直径 1.2 ミリの金属チューブをここに通します。そう、それを硬化させて、でコバですね、コバ、そう革をカットしたカット面もツヤを出します。ここら辺はねもう時計に合うように綺麗に仕上げていきます。でさらに革を綺麗に磨き込み、もうねかなり綺麗です。本当に綺麗ですね。売ってるかのようなぐらいですが、またこのチューブに加工します。要は 1.2 ミリだと1ミリのピンがすっぽ抜けちゃうんですよ。すっぽ抜けてしまうので、すっぽ抜けないように何かまた新たなチューブをと思ったんですが、そんなものはなかったもので、バネ棒をカットして、中のバネ棒のバネを全部外して、それをチューブにします。ちょっとまあ言ってることなんかよくわからないなっていうので、ちょっと今説明しますね。じゃあ何やってるのって話じゃないですか。まあちょっと説明しながら行きましょう。要はラグがないのでバネ棒は使えません。バネ棒で止めるということはできないんです。要は時計がこういう風な形なんですよね。こういう風な形。ここは時計です。時計。ラグの形はこんな形をしてるんです。なのでこれにベルトをつけてるんですよ。こういう風な形をとってます。
バネ棒を止めるとこはありません。ないんですよ。じゃあどうしたか。まずね、カットはしましたよね。カットをして、コバを仕上げます。このカット面ですね。カット面を、トコノールという、こういったものです。革細工用の仕上げ材でもって、ここの断面はきっちりツヤを出しました。ツヤを出しましたが、ここですね、どうやってじゃあ止めるのって話になるんじゃないですか。ここにまずチューブを入れたんです。チューブ。直径、まあ 1.2 ミリかな。1.2 ミリや、1.2 ミリだね。チューブを入れましたと。チューブを入れたんです。チューブ入れたんだよね。チューブを入れました。どっちもです。どちらにもチューブを入れました。チューブを入れましたと。でもピンが1ミリなんですよ。ピンが1ミリなので、ピンがね、こういう風なピンです。釘状の形になってます。こういう風なピン。ここピャンとこう入るよ。こう入るよ。これ見てください。1.2 ミリのところじゃ止まらなかったんですよ。止まらないと思って、止まらないんです。なので、こういうふうに止まらないってことはピンが抜けるじゃないですか。抜けちゃまずいんですよ。抜けちゃまずいよね。だから、まず、チューブを補強するために 1.2 ミリのチューブですね。ここね、1.2 ミリの補強チューブ入れました。ステンレスチューブですね。ステンレスチューブを入れたんですが、またさらに、また細いものでなかったので、チューブがなかったものでバネ棒をカットしました。バネ棒ってね、ここにこう書くけど、バネ棒ってこうじゃないですか。中にこうバネが入って、こういう風な形。ここは使わない、ここも使わない、ここだけを使うんです。こことここ、なぜかというと、バネ棒ってね、よく見るとこういう風な形してるんですよ。で、ここにあれが入ってるんですよ。こういう、バネの先に入るようなの。で、ここにバネがあるんですよ。ここの返しが必要だったんです。返し使えると思って。返し使えるじゃないですか。だから、ここをカットしたんですよ。ここをカット。そうすると、こういったパーツが出てくるじゃないですか。こういったパーツ、出てきますよね。光って見えないな。こういったパーツ、これをさらにここに仕込んだんです。さらにこれを仕込み、そしてピンを止めてあげる。ピンで止めてあげる。そうするとピンは抜けない。ピンは抜けなくなりましたね。ピンは抜けなくなりました。さらにチューブは、ここのチューブですね。ここのチューブ、1.2 ミリのチューブ。ここは接着してますから、革と一緒に接着してしまう、ボキシで持って接着してしまってます。これも外れることはないでしょう。だからここでもってかなり補強を加えたんですよ。補強を加えました。いやー、この補強でかなりガチリ止まりましたね。そういった作業を今してます。ではその続き見ていきましょう。そう、説明した通り、今はバネ棒をカットします。で、バネ棒のそのパーツ類は全て取っ払ってしまいます。バネも外し、先っぽのピンも外してっていう感じですね。なので、その何ていうのかな、チューブ形状にしてしまうんです。そう、今はね、カットしたバネ棒チューブですね。バネ棒チューブ、これを両脇ですね。両脇に止めるんです。で、ピンですね。ピンを通すんですけど、時計の穴もちょうど1ミリぐらいなんですよ。時計の穴もちょうど1ミリぐらいなので、そのバネ棒チューブはその時計の穴を通りません。時計の穴を通るのはこのピン。このピンのみが通るんです。このピンがまさしくぴったりだったんです。まさしくぴったりで。なので、バネ棒チューブはその時計の中のその穴を通っては来ないんです。通って来れないんです。だから時計の両脇でもって止まっているこのピンだけ、ピンのみが時計の中の軸となって通っていく。なので、バネ棒チューブで止まると、ピンが止まるというその算なんですね。計算になります。これがまたうまい具合にいったんですよ。
でまたさらにね、こうやってピンで留めてあげるんです。留めのピンですね、留めのピン、1ミリの留めピンです。これで留めてあげる。でちょっとこの留めピンをね、打ち込んであげましょう。打ち込むってことはまあまあそうは取れないです。取れることはまあないでしょうと思っておりますが、何かの拍子に外れるかもしれませんがね、それは仕方ない。そう、これをね、打ち込んで留めてあげるんです。そうするとどうでしょう、きっちり止まりましたね。本当に美しく止まったんです。これはかなり仕上がりがいい。できたー、できたー、まあ軽くなった。やっぱりできた。仕上げはマジでめんどくせえな。よっしゃ。ということでできました。要はベルトがステンじゃなくて革にしてくれと。ただこの特殊形状ですね、レトログラウンドの場合特殊形状なこのラグの形状ですので、そこを切り込みを入れ、でかなり本気でもう革細工の仕上げをやってみました。要はこのコバと呼ばれるところですね、この切り口のところ、コバの部分も見えるようになるので、ここのコバもツヤを出すようにして、コバの仕上げっていうのをトコノールですね、トコノール、革細工のそのトコノールですね、コバの仕上げ材でもって仕上げてカットして、でこのラグの留めピンのところですね、ここはかなり苦労しました。直径1ミリぐらいなんですよ、穴がね、穴の直径が1ミリぐらい、1ミリだったので、でまあチューブが2ミリしかなかった、チューブが2ミリしかなかったもので、こういったバネ棒を駆使して、バネ棒でもってまたチューブの中にチューブを作り、でその中にこのピンを留めて、ピンを入れて留めるという方法を取りました。ネックは交換するときどうしようって感じですね。このピンをカットするしかないですね。ピンをカットしてパンとやるまあそれしかないね、それしかない、いいな。いや革の方が良くない？なぜ革を出さなかった？革の方が良くない？革もあったんか？革の方がめちゃくちゃいいじゃん。だからこの折れ曲がるところですね、折れ曲がるところもきちんとコバを仕上げてありますので、見えても全然ね、ツヤもあり大丈夫と。いやなんで革の方が良かったな、革の方がいいな。あえてないモデルを作るっていう感じですね今日は。いやーよかった、いやありがとうございます。いやよかった、あえてないモデルを作る。ということで今日は先日ツシの誕生日の時に買ってあげたフレデリック・コンスタントのレトログラードですね。まあ重いと重いし、草のチェーン、金属ブレスが嫌だって、革へ変えろという依頼というか指令がありましたもので、それに変えてみました。今回はまあ要は革に変えるのは大したことはないっていうわけではないんですよ。要は専用ブレスなもんで、専用金属ブレスなもんで、それを革に変えるとなるとラグがないもんで、それ止めれないっていう問題がまず一つ発生しました。
でラグのその付け根の形もかなり特殊なもんで、まっすぐだったらいいんだけど、こうやってアーチを描いていて、こういう風になってるって。じゃあどうする、まあカットする、まあね、フレデリック・コンスタントはね、やっぱり高い時計、高級時計になりますから、それに見合うように今回はトロゴール、あ、違うな、トコノールトコノールって言うんだ、いろいろ調べて、この革材、そのコバっていうのはね、あのカットした面をコバっていうらしいですね。コバ材、コバ仕上げ材っていうようなものを使い、あそこのカットしたこのコバをツヤを出して、そのね、その時計にそのは、なんていうのかな、引けを取らないようなその高級感を革自体に持たせないとちょっと見劣りするなと思って、なのでちょっと本かなり気合を入れて加工してみました。もうめちゃくちゃ綺麗です、本当にね。ルーペで見てももうね、ルーペでこうやって見てもその腹がないぐらいに本当に綺麗に仕上がりました。本気でやれば、本気で洗ったもの、この革のベルトですね、たまにあるじゃないですか、どうしても革にしたいなとか、でもラグがねないからバネ棒使えないしっていう、たまにあるんですよ。そういったもの結構まあたまにあるんですけど、こうやってねカットしたりもするんです、カットしたりもするんですが、カットはよく使う手法なんですよ、カットはよく使う手法なんですが、今回はバネ棒が使えない、ラグが使えないっていう大きな問題がありましたから、そこにチューブを入れて、さらにまた一回り小さいチューブを入れて、でその中にこのピンを刺す、ピンを刺してあげて止めてあげるっていう手法ですね。かなり苦労しました、相当に苦労したな。要はチューブを入れた脇でしか、この脇の部分でしか止めれない、力が加わるとこはここの部分だけだから、ここを何としてもこの強固にしないとダメだから、チューブの芯を入れてあげて、その中にまたラグの中をこう、ラグじゃないや、ピンを通すんですけど、ピンがすっぽ抜けるんですよね、すっぽ抜けてたんですよ。うわ、これは止めれないと思って、止まえるためにバネ棒をカットし、チューブの中にバネ棒を入れて、その中にまたさらにピンを通す、そうするとピンが抜けてこない、ピンが中に入らないですから、こっちからこっちをバチンと止めてしまえば動かなくなる、これだと思って、この手法を取ってみました。だから一番外側の、革に、その革があって、革の中に大きめのチューブがあります。チューブは、まあ、エポキシで止めてしまってますから多分動かないでしょう。 その中にまたバネ棒をカットしたチューブを入れてあげて、そのさらに中にピンが入ってるんですよ。でそのバネ棒のチューブの中と、そのピンがもうピンを止めることによってこう動かなくなるから、まあ動かない、動かないでしょ、多分大丈夫ですでもかなり綺麗になりました。こうやってね、革ベルトにしたいっていう、それでもちょっとこのね、時計自体の特殊な形状をしてるのって結構ありますから、意外とまあ大変なんですけど、こうやってこう加工して綺麗に丁寧にやれば意外とできるもんですから、で必ずこの取れないように、これ力が加わったところとかを考えながらこうやってあげるといいものができる。今回はまた勉強になりました。でこのね、小葉仕上げ材、トコノール、トコノールですよトコノールをで持ってこうツヤを出してあげて、でそのね、フレデリック・コンスタントのそのブランドに引けを取らないような、そのなんていうのかな、仕上げを施してあげることができたんじゃないでしょうか。いや本当に良かったな、やっぱ軽くなりましたわ、軽くなりました。まだね、見せてないですけどね、どういう反応するか楽しみです。ということでね、こういった日々の残業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。